いらっしゃいませ、東京カフェへようこそ。 Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。 今日はみんなと一緒にお寿司の食べ方について勉強してみたいと思います。では行ってみましょう。お寿司のマネを勉強するということで、今日はフランス人の生徒さんを招いています。ですね、je vous présente Benoît, animateur de 100%。 Bonjour, oui, c'est ça。 こちらですね、パラパラ。 カロリーちゃん。 Bonjour, je suis l'animatrice d'Otto. Yo。 というわけでみんなでお寿司のマネを勉強してみましょう。 2人はお寿司とか部門で数本 Des sushis? Oui, j'aime bien ça。 Tout le temps, tout le temps。じゃあコモンでしましょうか。私何しようかな。じゃあね、私はね、握り寿司にしようかな。普通にスタンダードの握り寿司。カロリーちゃん何する？je vais prendre des nigiri sushi avec un bol de riz。 pourquoi？ あのね、お寿司っていうのはお魚の下にご飯がついてるでしょ。普通ね、日本人はね、お寿司と一緒にご飯は食べないので、それはブブーです。日本のお寿司じゃありません。で、ブノワ君は何する？ben moi je prendrais bien des brochettes。 あのね、日本のお寿司は焼き鳥屋さんとはまた別で、お寿司にはブロシェットないんです、お寿司屋さんには。オプス、すいません。前握りお願いします。はい。ちょっとダメでしょ、バゲットで遊んじゃね。フランス人もナイフとフォークで遊ばないでしょ。日本人もバゲットで遊ばないの。セップフォーモイエジャミージュエアベクデバゲッツ。オッケー、わーい。はい、じゃあどうぞ。カロリンちゃん、すごい綺麗。すごい、セスーパージョリー。わーい、ブノワ君も来ました。わーい。あのね、カロリンちゃん、ブーブー。お箸、置いて、お箸は手に持ったまま、いろいろやっちゃいけません。のは、お醤油、うん。だから、ブーブー。お箸で刺しちゃいけません。これは、うん、これは醤油って言って、せ、醤じゃ。そうすると醤じゃ。ブノワ、ストップ。うん、お醤油っていうのはすごい日本古来の大切なおソースで、そのいっぱいなみなみついちゃったらダメです。こうね、足りなくなったらコンセフィニチューフッホーンチュワ。もうこんなんでいいです。ビャンシュピポピポピポン。今お寿司のデリエホに醤油があるけれども、これはブブーです。なぜならこのままお寿司を食べると、つけたソースがボトボトこれはお寿司の手前に置いて、はい、ブノワ君もお寿司をお醤油は手前に置いて食べると、机が汚れない、お寿司も汚れない。いただきます。ボナペティーン。si j'ai bien compris, je prends le nigiri sushi et je mets dans la sauce, c'est ça?さあ、じゃあ私に教えましょう。ですね、お寿司はね、お魚の方につけるので、ちょっとこれいいですか。こう横を持ってですね、魚につけて食べます。ああ間違った間違ったんだ、ごめん。Je peux tremper le poisson? Pareil comme ça alors, c'est plus facile。これは悪いです、これダメです。 Il faut jamais faire ça。 うん、これわさび、これがわさびですね。おいしい。うん、カロリーヌちゃんは tu as bien compris comment il faut mettre le 醤油ですか。で、例えばこれ軍艦巻き、どうやってお醤油つけるかわかる？ tu comprends comment il faut faire celui-là。 うん、essaye。 どうしようと思う？頑張って。ここでなんと便利なガリ、これが役に立ちます。セトレズティル、こうね、パンソーのようにしてこうやっていただきます。あ、食べます。ですね、これ炙りサーモン、レミキュイ、ソモミキュイ、うん、これはほらクフじゃないんですよ。これね、ブワーって
あの炙るんですよ。Est-ce qu'il y a un ordre pour les manger? Parce qu'il y en a au début. Il ne faut jamais parler avec des baguettes. Je t'avais déjà dit. Bon, ouais. Bien. Suzuka, est-ce qu'il y a un ordre pour manger les sushis? C'est une bonne question. Oui. ですね、日本でお寿司の食べる順番っていうのが実は白い魚から。白い魚を食べて、赤い魚を食べて、光ってる魚を食べるっていうふうに一応ね、順番あるんですけれども、でもね、こだわらなくていいです。C'est vrai qu'il y a des un petit peu d'ordre, mais on s'en fout, on peut prendre comme on veut. でも、そこで、例えばね、お魚1個食べた後に、味がまだ残ってでしょ Le goût ça reste la bouche. ここで、また出てくるのが、ガリです。ジャンジャンブル。これで、口の中をね、ゼロに戻すっていう役割があるんです。ちょっと飛ぶのは No! それ実はいいんです。なんとですね、日本の伝統的なお寿司屋さんでは江戸前握り、江戸前寿司っていうね、こう手で食べるのが粋で、それは OK なんです。あ、もう知らない、それはジェニアル。ということで今日はお寿司の食べ方について勉強してみました。みんなも美味しくお寿司を食べてね。ほぶね、昆布ブレ。ちょっと